もういい、神よ。サガ。ヌーほどの男、素直に毒はずもあるまい。ならば人思いに葬ってやるのが、せめてもの情け。さあ、お前まで。これは泣いている。サガ、サガの心が泣いている。いや、サガだけではない。神、シュラ、彼らの魂が血の涙を流して慟哭しているのがこのムーには感じられる。まさかムーよ、覚悟。サガよ、もうよい。ムーの動きは今この私が封じた。これはまるで金縛りにあったように体が動かない。ムーのとどめは私が刺す。お前たちは早々にアテナの首を取ってまいれ。くれぐれも言っておくが、12時間以内だぞ。それまでにアテナの首を取らなければ。分かっているな。はっ、では行ってまいります。待て、サガ。掃除球の守護者。アテナの首を取るべくサンクチュアリを進むサガたちは、スペクターと壮絶な相打ちを遂げたアルデバランの横を通り抜け、金融球を抜けて第三の球、掃除球にたどり着いた。かつての主サガが姿を消して以来、長らく無人となっていたはずの掃除球。そこでサガたちは謎のセイントに行く手を阻まれる。ジェミニのゴールドクロスをまとうセイントの正体に気づいたサガは、カミューとシュラを先に行かせて1対1で対峙するのだった。神の罰を受け、とっくに死んだかと思っていた。神の罰を受けたのはお前の方ではない、サガ。アテナを殺し、サンクチュアリを乗っ取るという大切な野望に敗れたお前は、天罰を受け自ら死を選ぶに至った。それが今までこうしてハーデスの倉庫がスペクターの先陣に立って悪夢の命を狙いにやったという。サガ、やはりお前という男とは真の悪そのものだった。黙れ。私に植え付けたのはどこのどいつだ。しかもお前はかつてこのサガをアテナ、死ぬほど憎み続けていた男のはず。そのお前がなぜジェミニのゴールドクロスをまとい、この掃除機を守っている。一体誰の許しを得たのだ。マスクを取って答えよ、我が弟カノン。
もちろん、アスナのお許しを得た。バカ。アテナが悪行の限りを尽くしたお前など、今さら許すと思うか。アテナはスニオン岬の岩の上、そして、ポセイドンの海底神殿で、大いなる愛を見せてくださった。心の中の悪をすべて洗い流し、この罪深い彼女もお許しになられたのだ。これからはアテナのため、正義のため、戦いに行こう。邪悪の輩はこの掃除機から先の一歩も通さぬ。覚悟しよ、サガイ。やはりお前という男、真の悪そのものだったのだ。バカめ、そんなまやかしがこの佐賀に通用するか。ラウンド1、ファイト。ギャラクシアンエクセプトオーロラの攻撃を絶対に止めた。お前のうっぺらな忠誠心、この佐賀だけを剥がしてくれる。行くぞカノン。オーロラ今からお前がジェミニのセイントとしてアテナに忠誠を尽くすなどと超千番気が済むまで笑うのが一人だったかしら。セイントのためにたくさん攻略のみ体を当てて決して拭うことなどできはしない。これは私が一番よく知っている。お前がバラザーを受けることがないのだ。私は生まれ変わったのだ。サガイバラザーキッチ、お前に私を倒せるのだ。決して治ろう。わかったぞ。バラザーディメンション、今どこにいるのか。バラザーキッチ、あなたもこの佐賀の真似をしでかすつもりか。バカめ、そんなもの佐賀の前ではいつまでも通用せぬ。そうだ、ノリハッ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 。カノン、お
お前がいる場所が分かったぞ。この一撃を食らえ。幻影が消えた。ここからコスモを飛ばしたくらいでやられる男ではないだろうがな。それにしてもあいつが、あの弟が私に代わってこの掃除機を守ろうとしてくれたと、まさかまさか夢にも思わなかったぞ。だがお前が本当に悪の心を捨て去り純粋に正義に目覚めたかどうか、真に問われるのはこれからだ。それは全てお前の行動で示してもらうぞ。カノン。